みなさん、こんにちは。ロシアのアジカテリーナです。今日はロシアのスタイル、キャベツの漬物を作りたいと思います。とても美味しいです。みなさん、ぜひ作ってみてください。まず、キャベツを 400g ぐらい薄くて切ってください。人参も切ってください。全部ボウルで合わせて、それではピーマンも入れてください。私は冷凍ピーマン使っています。だけど生もいいです。もちろん 100g ぐらい。それでは全部よく混ぜてください。それではマリネを作りましょう。お湯 250ml、 砂糖大さじ1、塩大さじ1ぐらい入れてよく混ぜましょう。それでは油大さじ 1.5、 それではリンゴお酢大さじ1、大さじ 1.5 入れてよく混ぜてマリネができました。野菜とマリネ合わせてよく混ぜてください。それではラップを使ってこのまま2時間置いておきます。2時間の後でグラス瓶に入れて冷蔵庫に入れてください。冷たくなったら食べてもいいです。だけど次の日もっと美味しくなります。みなさん、今日はキャベツの漬物を作りました。最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ私のチャンネルを登録お願いいたします。パカパカー。